今日の、講演というか、こういった座談会をちょっと録画いただくのは不可とさせていただいて、各自のそれぞれの方がですね、このズームのミュートと、ビデオがオフになっていることを確認してください。もし発言必要の場合とかは、こちらの方で管理人の方がオンにさせていただきますので、で、トラブルとか何か要求がある場合には、下にあるチャットですね、そこで何か記載いただければ、随時僕は増田さんっていうことが言う発言があるかもしれませんけど、増田さんっていうのがこの裏方で今、操作していただいている方です。で、事前にアンケートをいただいているんですが、すべてのアンケートに答えれるわけではありませんので、ご了承ください。で、今回新しい試みとして、ツイッターでですね、ハッシュタグ、世界の日本人 PT というハッシュタグをつけて質問をいただければ、皆さんが4人の演者がお話ししている間、僕がそのツイートを確認して、質問に答えれる範囲で4名の演者に投げかけていきたいと思いますので、皆さん時差もあって、しっかりと1時間以内に終わりたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。これですね、それまたあれですね、途中になりましたけど、先ほどの紹介で僕がいる江戸川病院と、こういった会社ですね、スポーツのセミナーをする会社をしていますという紹介です。大丈夫です。次お願いします。で、本日の演者は4名の先生ですね。カナダの菊池さん、ニューヨークの、高田さんですね。あと、オーストラリアの宮本さん。で、藤原先生はドイツからということで、一応国から、日本から近い順ということで、演者の順序を決めさせていただいて、オーストラリア、アメリカ、カナダ、ドイツという、順番でいきたいと思います。よろしくお願いします。で、本日のスケジュールですが、なぜその国、海外ですね、働こうと思ったのかということと、どうやって、その海外に行くときに言葉の壁を乗り越えていったのかということで、これが皆さん、前回のアンケートから、多かった、質問事項ですので、ここを今日、2つ、1人5分ずつぐらい、喋っていただこうと思います。では、まず第1部ですね。なぜ、その国で働こうと思ったのかということをですね、ちょっとお話しいただければと思います。あれ？菊池さんからですか？あれ？じゃあ、菊池さんからでもいいですよ、吉田さん。じゃあ、僕から始めま大す丈夫か。ですか？菊池さん、大丈夫ですか？スケジュール的には。はい、どうぞ。全然、お願いし大ま丈夫です。す。大丈夫です。はすい、みまどうせん。ぞ。私、カナダでフィジオをしてます、菊池と申します。現在、ランニングクリニック、というところで、ランニングに関しての怪我の予防を、のコースを日本の方に、伝えるお仕事と、あとはコロナ、ジェネラルホスピタルというところで、仕事をしております。まず、なんですけども、なぜ、海外に行こうと思ったのかですよね。次のスライドってありましたっけ？そうですよね。なぜ海外で働こうと思ったのか。それはですね、まず最初、すぐに海外に働こうとは全く思ってませんでした。大学まで実際、プロのサッカー選手になることを目指してやってきたので、もう全く海外っていうよりはもう日本でなんか働こうと思ったんですけど、大学の時に、そうですね、プロになっていくのもちょっと成功するのもごく一部で難しいなっていうことがあって、その時に兄から出たアドバイスが、英語を勉強すればいいんじゃない？とりあえず。っていうことで、1年間イギリスに留学することを決めました。で、それ何歳ですか？何歳って言いましたっけ？それはもう20歳ですね、その時は。20歳。はい。で、決めて、とりあえずどうせ、英語を勉強するなら、英会話じゃなくて、日本で英会話じゃなくて、イギリスにね、1年留学してやってみようということで、行きました。ただ、その時まで全く英語はゼロです。もう本当に 英語のもうは苦手な方で、そこからもう始めていった感じですね。で、その留学の経験から、もうそこで視野がちょっと広がり、もう少しちょっといろいろなところを見てみたいなというのを思うようになりまして、で、大学卒業後は、
外資系のちょっと人材紹介会社で3年間働いてたんですけど、やっぱり毎日がちょっと自分の好きなことで興味があることではなかったんで、やっぱり辛いというかっていうのがあって、もう少し自分の自信を持てるようなこと、興味があることをもっと、ね、将来的にやっていきたいっていうことが思ってたんですけども、なかなか見つからずその時にその人材紹介会社であった、のは自分、あと今現在の妻で、で、カナダ人なんですけど、はい、フィジオってどうなのっていう話をいただいてもらって、で、フィジオって何っていうから始まったんですよね奥さんはなんで、奥さんはなんでそれ進めたんですか。でその調べ、僕がもうサッカーやってたんで、それと関連があるからですか。サッカーの、はい、興味が、まあ、健康に興味があるったのと、あとはもうなんか人のためになんかやっていきたいっていうのがあって、でその時にフィジオっていうのを全然知らなかったんですけど、その時に初めて知って、で調べていくうちに、あ、これって面白いな、いろいろなんかできるの面白いなっていうのがあったんで、そこからちょっと海外のと日本のフィジオについてこう調べていったんですけども、とりあえずどうせ挑戦するなら、ね、大学のもう一回大学に入るよりも、大学院目指して海外でやってみようっていうことを決意して、でその時にオーストラリアかカナダっていうのが選択してきたんですよ。友達にオーストラリア人もいたんで、で、オーストラリアかカナダかってちょっと選択迷っていた時が2009年で、ちょっと不況のこともあり、ちょっと両方2人でオーストラリアに行くのは誰も知らないので難しいだろうということで、まあ、とりあえずうちの、ね、当時は彼女だったんですけども、妻がカナダ人だったんで、で、まあ、カナダのことだったら少し知ってるということでカナダに決意しました。で、うん、なんで本当にカナダに、働くためにこう準備したことっていうのは、本当にカナダでそのフィジオの大学院があるかどうかっていうのと、あと資金集めだけですね。で資金集めはもちろん資金を集めたんですけども、すぐ なくなっちゃいましたなので、あと奥さんも働いてたんですか。奥さんはすぐ働いたんですけども、僕は、まあ、とりあえず働くことがちょっと難しかったんで、すぐとりあえず、パーソナルトレーナーの資格をカナダで取って、こっち側で働いたんですけども、なかなか給料も良くなく資金がね、なかなか調達するのが大変で、であとはもうカナダに来てからも大学に会って、情報を集めたりですとか、もうこっち側に来てからもういろいろ手探りで、やってここまで来た感じですね。ああ、なるほど。はい。パーソナルトレーナーってそんな簡単に結構取れるんですか、カナダは。カナダ、そうですね、一応3ヶ月のコースを取って、であとテストを受けて、筆記と実技があるんですけど、それをパスすれば、僕はだいたい6ヶ月になりましたね、一応、はい、ああ、なるほど。で、それで、はい、一応国家資格になるんですか。いや、国家資格じゃないです。ないですか。普通の、はい、州の資格なんで。州の資格になるんですか、はい、州の資格を取って、で、あとは事務で働いたりとか。ただそのクライアントさんを見つけるまでに時間がかかったりするんで、1年ぐらいはかかりましたかね。まあ、ある程度6ヶ月ぐらいですかね。ある程度こう給料もらえるようになってきたのは、はい。なるほど。まあ、奥さんの国籍っていうのが大きかったと。で、選択肢としては、そのオーストラリアとカナダが2つの選択肢になったっていう理由っていうのは何かあるんですか。その資格の問題、また後で宮本さんにも聞きますけど、はい、はい、オーストラリアはもう本当にその人材紹介、はい、働いた人材紹介会社がの子会社がオーストラリアにあったんで、うん、だったら個人的なネットワークということですね。妻が、はい、妻がそのまま仕事辞めずにその会社に入れて移してもらって、で僕がその大学院に行こうかなと思ったんですけど、最初は、はいはいはい、ただ2009年でみんなね、いろいろ不況の時だったんで雇ってる時期じゃなかったんですよね。なるほど。なんでそれは難しいということで、とりあえずカナダに
カナダだったら妻の家族もいるので、で、うん、バンクーバーは結構アジア系の方が結構多いんで、それだったら なんとかできるんじゃないかということで、カナダで決めました。わかりました。ちょっとケースとしてちょっと特殊な感じがしちゃうので、そのイギリスでたまたま働いてて、はい、その派遣会社さんがそちらだったってことと、奥様の国籍がカナダっていうのがあったと思うんですけど、そうですね、その、はい、仮にですけど、その日本の今、日本の理学療法士だったり日本人の学生さんが今からカナダで、はい、その働くためにはどう働けますか、今からその学生さんがそっちで資格取ってっていうのであれば、なんか準備しておいた方がいいこととかっていうアドバイスは逆にありますか？かなり、はい、まず、もし、理学療法、日本で理学療法士でもうすでに働いている方であれば、理学療法士の変更をすることは可能だと思います。うん、で、実際にまず、その理学療、日本での理学療法士をカナディアン・アライアンスっていうところの団体があるんですけど、そこに自分のその資格を送ってもらえば、それが、国家試験を受けていいかどうかっていう認定がもらえるので、うん、それを認定がもらえれば、あとはもう国家試験さえパスすれば理学療法士になれます。学生さんですと、やっぱりその大学院に入らないとその国家試験を受ける資格がもらえないので。なるほど。もし大学院、はい、日本でその大学を卒業した時点で PT の資格って、はい、取れるじゃないですか。例えば大学の間にその PT の資格を持って、はい、そっち持って実地経験はなくてもいいんですかね、日本で。大丈夫だと思います、もう資格があれば。はい、わかりました。じゃあ普通にその普通の理学療法の勉強してる学生さんでそこまで多分英語力がないと思うんですけど、うん、そこから英語ってかなりきついものです、ね、英語力はかなり求められます。はい、すべて、筆記もなんですけども、特に実技の方はかなり実技もあるんですか。実技もあるんですよ。で、実技もペーパーだけですよね、はい、日本だと。はい、実技もあって、ね、はい、実技もあるんで、それが結構16ステーションって結構 16名の患者さんが仮の患者さんを手当てするっていうのなんですけども、結構実技もあるんで、はい、求められます、かなり英語は。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆さん何か質問が聞かれてる方であればツイッターに上げといていただければと思います。じゃあ次行きましょうか。次はですね、順番的には高田先生ですね。ニューヨークですね。あ、ニューヨークファンクフィジューの高田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まず海外でなぜ働こうかと思ったんですけれども、私の場合は働こうというよりも、フィジカルセラピストになりたかったのでアメリカに来たというパターンなんですよね。で、小さいところから、菊池さんと一緒で、スポーツが好きでいろいろスポーツをしてきてですね、スポーツで生きていこうと思った時期があって、高校を卒業してから、そういったことでちょっといろいろやってたんですけど、怪我とか故障でなかなかこう思うようにできない時期があってですね、で、その中で、サポート役になろうと思ったのがきっかけでしたね。で、アメリカを選んだ理由っていうのは、現在はちょっと違う考えかもしれないですけど、当時、僕は90年だったんですね、理学療法士になりたいと思ったのが。で、その時にやっぱりこのスポーツリハビリとかスポーツ理論とか、スポーツトレーニングの分野で、日本でいろいろリサーチをしてって、その当時ですね、一番進んでるなと思ったのがアメリカだったんですね、そのスポーツリハ系で。で、アメリカにしようと。で、もちろん英語圏以外はちょっとさすがに考えられなかったので、英語もね、高校卒業レベルの英語しかなかったんで、私は日本で大学も行ってないので、で、そうするとちょっとね、他のドイツ語とか言われてもちょっと全く意味がわからないので、英語圏で、そういったことで、スポーツリハとかスポーツトレーニング分野をやってみたいと思ったのがアメリカですね。で、僕と同年代または今ね30代前半とか20代後半で頑張ってる ATC さんですか、アスレチックトレーナーさんってやっぱり日本で今活躍されているのって、みんなアメリカ帰りだと思うんですよ。そうですね。で、
ぱりこうアメリカの、ね、メジャーリーグ、バスケットボールとか、ね、NFL とかで買ってでやってきて日本に帰ってきて活躍されている、まあ、ATC さん、まあ、いっぱいしてますけれども、ね、うん、本先生も前回ネクストステージで石越しされた方とかもいますけれども、まあ、そういった感じでやっぱりアメリカ の, そのスポーツサポートって結構進んでるなと思ったんですね、その90年代なんで、はい、アメリカを選んで、まあ、その当時だから留学という形で来ました。はい、でまあ、アメリカで働くために高谷さん、あれですか、大学の留学だったんですか、それとも高校生から留学したんですか、もう何も学籍関係なく留学ですか。学籍関係なくて、僕高校卒業して、はい、その後、25歳まで日本でちょっといろいろスポーツやってたりとかしてたんで、うんうん、アメリカに留学関係ないですね。アメリカに、はい、まあ、もちろん大学で留学したんですけれども、その時はもう26歳でしたね、私は。うん、なちょっと遅かったです、スタートは。社会人されて、向こうの、大学に入られた。そうです。はい。わかりました。で、あ、それでアメリカを選んで、なんか準備したことってあるんですか、その前に。お金の面だったりとか。まあ、お金の面に関しては。働かれてますもんね。まあ、そういったことも働かって言っても、まあ、まともにその働いたことではないので、まあ、スポーツ関係でやってたんで、まあ、そのお金が貯まるようなことではなかったので、まずその、なんていうんだ、奨学金とかですか、そういうのでこうサポートしてくれるグループとか、あの大学とかをまず探しましたね。それと、まあ、資金面はそんな感じで、あとアルバイトしながら、大学の校内ではアルバイトができるので。あ、そうなんですか。そうですね、校内であれば、合法的にアルバイトができるんですよ。なんで、まあ、そういうカフェテリアとかそういうところでしかできなかったりとか、まあ、教授のちょっとアシスタントみたいなことはアルバイトとしてできるので、まあ、そういうのをやりながらということですね。もちろんちょっと親からの支援もありましたし。でやっぱりアメリカを選びたい理学療法士さんとかまあ、トレーナーさんもアメリカには多いので、アメリカ選びたい方って結構多いんじゃないかと思うんですけど、うん、今その日本の同じような環境にいる高校生とか、まあ、今日高校生は見てないかもしれないですけど、もし、はい、そちらで PT になりたいなっていう時に、まあ、どうやってリサーチしたらいいのかなってみんな思うと思うんですけど、高田さんどうやってリサーチされたんですか、その大学とかは。まあ、奨学金の面とかもあると思うんですけど、インターネットですか。その当時はちょっとごめんなさい、90年代だったんで、インターネットっていうのはほぼあまり普及してなかったので、そういうなんか書店とかにあったんですよね、留学の、なんていうんですか、本っていうか、まあ、そういうところから調べて、連絡取ったりとかいう形でしょうかね。で、まあ、なんでその大学を選んだかっていうと、まあ、アメリカって結構広いので、西海岸、東海岸でまず選んで、で規模も私も英語がほとんどダメだったので、大きな大学になるとちょっとこうね、 3万人4万人規模の学校になるとちょっと怖かったので、まあ、ちょっと中規模の大学で、さらにアスレチックトレーナーとフィジカルセラピーの学科を持っている大学っていうことでちょっと絞っていって、はい、選んだっていう形ですね。受験は結構大変じゃないんですか。受験はね、英語の問題もあると思うんですけど。そうですね、受験って向こう、2部でまた語学のことはあれですけど。あ、そうですね、まあ、でもアメリカで働くために準備したことにつながるんですけれども、まあ、TOEFL です、英語ですね、TOEFL っていう英語の勉強があるんですけど、まあ、基本的にそれがメインになってくるんですね。まあ、それの水準を満たしてないと入学基準にならないのと、まあ、あと向こうって入試っていうのは、こっちっていうのは入試っていうのがないんで、あんまないんですよね。あ、じゃあ、はい、トフルさえ、トフルさえある程度クリアしていれば、ね、なんかそれエッセイとか面接とか、エッセイとあと面接 と、まあ、あと高校の時ですか、大学だとの成績表です、ね、成績表を、まあ、英文に直してもらってそれ提出みたいな感じでしたね、当時はですね。はい、なるほどなるほど、成績が良かったってことですね、高校時代の。いや、そうでもないんですけど、でもトーフルは結構頑張らないと、多分菊池さんもおっしゃったように結構大変だと思います、やっぱり。はい、わかりました。またまあ語学のことでまたそこを話してもらいましょうか。はい、です。じゃあ次宮本さんでいいんですね。宮本さんですかね。はい、はい、オーストラリアでお願いします。
オーストラリアで働いている宮本です。自分は病院じゃなくてプライベートの方のクリニックで働いてたんですけど、自分のケースもちょっと特殊だと思うんであんまり参考にならないと思うんですけど、オーストラリアにまず来たきっかけが理学療法士になろうとか働きたいって思ってきたわけじゃなくて、普通に語学留学で最初こっちの高校に入学したんで、あんましその当時はその理学療法士になりたいとかも全然考えてませんでしたし、こっちにいて、まあ、オーストラリアは結構スポーツが盛んなんで、それでまたスポーツをやってる時にどん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 その体の構造とかにもっと興味が持って、でその時に大学 の, あ, あの先生からもしスポーツとかそういうのが好きだったらフィジオになればいいんじゃないって言われてフィジオになったんで、そうですね。でなんでオーストラリアを選んだかっていうと、まあ一応家族の知り合いが結構オーストラリアにもともといっぱいいたんで、その関係があってオーストラリアになりましたね。あ、でもし日本でオーストラリアで働きたいって思ってる人がいたら、まずそうですね、英語力とやっぱり資金は絶対必要になってくるんで、こっちでやっていくためには。で、大学入るためにまず英語力が必要になってくるのと、大学に入った後はインターナショナルスチューデントでカウントされるんですけど、インターナショナルスチューデントは普通の国内の学生よりも約4倍のお金を払って大学に通うんで。そんなに。そうですね、大体1セメスター、まあ1年目は150万ぐらいで大丈夫なんですけど、まあ1学期がですね。でも最終学年になってくると1学期だけで200万ぐらいのお金がなってくるんで、そうです。それは PT になるためにそれだけ払わないといけないってことですか？そうですね、まず大学卒業したらこっちは PT になれちゃうんで、試験とかってなって。ああ、国家試験いらないですか？卒業で同時に PT ですか？はい、卒業で同時に PT の資格もらえちゃうんで。その就学中っていうのは結構何かインターンでちょっとアルバイトが病院とかでできるとかそういうのは全くないですか？じゃあ普通の学生。昔はあった、昔はそのフィジオアシスタントっていう仕事があって、うん、5、6年前ぐらいに。でもそれが今ちょっとその制度が廃止されちゃって、はあ、まあ病院だったらそのボランティアとかではできますけど。はいはいはい、ボランティアなんですね。そうですね、ちゃんとした仕事でっていうことはないです。自分もボランティアでちょっとクリニックで手伝わせてもらったことがあったんで。それじゃあ今今日見てくれてる PT さんでオーストラリアの大学に通いたいと思った場合は、はい、ほぼその額はどの施設でもそのぐらい、どの大学とかでも。そうですね、どの施設でも大体その額なんですね。水準は大体平均的にはそんぐらいしちゃいますね。じゃあ、学生で行くとそれだけ、単一学期に何百万もかかるような流れで、で、はい、資格持ってる方だったらどうなるんですかね。資格持ってる方は、まあ、その最初はその語学 の, 証明しないといけないんで、こっちは IELTS っていうテストがになってくるんですけど、はいはい、それで多分全部7とかですかね。そう、7っていう9点中なんですけど、はいはいはい、9点中7点必要になってきますね。で、それプラス、あとは、その、まあ、こっちでも書き換えの試験は一応あるので、その書き換えの試験で取るっていう方法になりましたね。かなり難しいですか？そうですね、やっぱし、その実、筆記だけじゃなくて実技もあるんで。やっぱどこも実技あるんですね、そういう書き換えに関しては。そうですね。なるほど。なられた方います？近くに。前も聞いた、確か前回も聞いた気がするんですけど。そうですね。一応、一人聞いたことあるんですけど、面識がないんで、ただいたっていうことだけは知ってる。それぐらい稀有な存在っていうことなんですね、その。そうです、ね。で、もうおすすめはやっぱり学生時代から思い切って行っちゃう方がいいってことですかね。多分そっちの方がかか、ね、お金はかかるかもしれないです、ね。お金はかかりますけど、まあそっちの方がやっぱり文化とかにもなれると思うんで。じゃあ今 PT の学校通ってる人は PT の学校を辞めて
オーストラリアの学校に帰ってこれるんでしたっけ。皆さんのあれでしたっけ、資格それぞれの国で取ったら日本で帰ってこれましたっけ。一応資格って使えるんでしたっけ、日本で。あの特例みたいな感じで。あ、特例扱いなんですね。そうですね、出せるとは聞いてます。ニューヨークは使えますか、アメリカの PT フィジオの資格は。ちょっと僕もその辺はっきり知らないんですけど、まあ、あの国家試験を受けないといけないと伺ってます。ただその受けるまでのプロセスはショートカットできると伺ってます。あ、試験だけってことですね、はい。カナダの資格はどうですか。僕も多分アメリカと同じだと思いますね。日本の国家試験だけ、国家試験を受けて学校るような形、はい、なるほど。ドイツどうなんですかね、藤原さん、わかります？ね、PT ですか？僕、ちょっと調べてみたんですが、調べてくれたんですか？ドイツの PT の学校を卒業して働いてた方が、日本に帰ってきて特例的に認められたっていうのは。その特例って誰が許可してくれるんですか？特例なんですか？厚生労働省。厚生労働省が。判断になると思います。その対応してくれてる人のあれなんですかね、あんまり。はい、前例があるってことはいけるってことですね。はい、そうですね。勤務形態とかもあるみたいですけど。なるほど。わかりました。時間的にはそうですね。じゃあ、藤原さんにお願いしましょうか。次。はじめまして、ちょっとややこしい経歴になるんですけど、藤原壮と言います。今、現在はドイツのリハビリ病院で勤務医として働いています。で、専門の分野が、リハビリ物理療法科という専門医の分野になって、勤務医として働く傍らの FC バサラマインズというドイツにあるサッカーチームで、チームドクターを務めています。うん、ちょっとこんな感じの、ちょっと見にくいあの施設なんですけど、右側が、水中歩行なんですけど、浅いプールであの血流を良くするための器具で、あとはこういうトレーニングルームを備えた病院で、これは僕の個室 の勤務先の部屋ですね、はい。まだ他にちょっと写真的にはあるんですけど、はい。藤原さん、PT さん何人と一緒に働かれてるんですか。 PT はうちの病院は整形外科の患者さんが大体病床が300ぐらいあって、そのうちの3分の1が整形外科ですね、100人ぐらい。で、そのうちの PT が、7、8人ぐらいだと思います。7、8人で100床回すんですか、はい、外来と入院両方回してるんですか、はい、プラスあの、PT とは別にマッサージだけの人も、5、6人いるので、はい。別に、はい、そうですね。それぐらいで回してますね。はい。はい。じゃあ、初めになぜ海外で働こうと思ったのかっていう場面なんですけど、僕自身も他の先生方と一緒で、高校大学とアメフトをしてて、怪我をして、ちょっとこれからどうしようかなと思ったのがきっかけで、それからスポーツドクターという職業に漠然となろうと思って、で、アメフトを引退したときに海外に行くことがあって、ヨーロッパだったんですけど、ヨーロッパで働いてる人たちって結構自分の職業に誇りを持ってて、あの生き生きと働いてるなという印象があって、じゃあ働くなら海外にしようということで、あの気づいたらあのブルガリアという小国に医学部留学して、気づいたら今ドイツであの勤務員として働くことができて、気づいてしまったんですね。いつの間にかなんかあのうまい具合にことが進んで、今その、リハビリ病院で働いています。ああ、そうなんですか。はい。ブルガリア選んだって、多分皆さん、多分理学療法士さん、まあドクターなんであれですけど、理学療法士さんでもブルガリアを選ぶっていうのはありなんですか。一応。あんまなしですか。けど、ブルガリアの PT の学校は英語で教育を受けることができないので、もうすべてブルガリア語になるので、僕はやらない方がいいと思います。いいじゃないですね。はい。藤原先生はあれですか、ブルガリア語で大学行ってたんですか。
ちょっとややこしいんですけど、なんかあの留学生を呼ぶために英語コースがあるんですけど、あ6年生の医学部で1、2年初めは英語で勉強してたんですけど、3年生からブルガリア語のコースに完全にスイッチして、で日本人として初めてブルガリア語でブルガリアの医学部を卒業したケースになります。そうなんですか。はい、東欧の医学部は結構英語コースで勉強できるところが多くて、ちょっとやっぱりあの宮本さんと一緒で英語コースはすごいお金が高いので、はい、僕は途中でお金が尽きて現地のブルガリアコースに移しました。へえ、すごい。学費としては日本の国立以下ですね。あ、だいたいどれくらいですか。英語コースだと僕は初年度と2年目も、60万ぐらい払って、でブルガリア語コースに変えてからはあの45万円まで下がって、で、まあ、途中であのお金が尽きたんでちょっと学費を下げてくれって言ったら特例で下げてもらって、国際特例多いですね。特例初年度が60万円だったのが最終的には25万円くらいまで。すごい下がりようですね。はい、日本人の、ね、はい、そうですね。面白い。よくしていまし、してもらいました。で卒業されてドイツを行かれたってことですよね。でその次のなぜドイツを選んだのかっていうことなんですけど、結構現実的なあの問題もあって、本当はもうちょっとあったかい国ポルトガルとかスペインぐらいがいいなとは思ってたんですけど、前例がなくてちょっとまた EC 免許の書き換えもめんどくさそうっていうので、2013年から2014年にかけてもうドイツですごい EC 不足の問題が上がって、で外国人医師の受け入れにあのだいぶ寛容になって、でチャンスがあるなと思ってドイツを選びました。あ、そうなんですね。はい、あと後付けの理由として、僕が卒業する前年にドイツであの日本人があの初めて立ち上げたサッカーチームがあるので、あの今全日本の岡崎慎司選手が立ち上げたチームなんですけど、あのそこのチームだったら日本人ドクターだったことを受け入れてもらえるかなと思って。なるほど。はい、今現在の PT 兼トレーナーの方を募集してますので、できれば長期でくださる方を。あ、今こう聞いてる方に、はい、ここで今聞いてる方にもチャンスはあるってことですよね。はい、まあ、その留学として来てもらう形でもいいんですけど、できればもう将来的にドイツで残ってあの働きたい。で、PT の書き換えも可能ではあるので。ああ、いい話です。ただドイツ語ですよね、はい、向こうでその、ドイツ語です。仕事をするのは全てドイツ語なんですよね、はい、確かドイツは。そうですね、次でまた話すことになると思うんですけど。はいはい、で、はい、ちなみに今ちょっとドクターの話になっちゃったんですけど、その PT さんが、学生時代に行った方がいいのか、取得してから行った方がいいのかっていうと、なんかアドバイスとかありますか。完全に移住する場合はあの取得してからがいいと思います。最低限あの国家試験を受かってからですね。そっちの方がいいですか。そのじゃないと書き換えができないので、あ、学生時代から行っちゃって取るよりはそっちの方がなんとなく取りやすい感じがします。そうですね、一からそのこっちでやる場合は別なんですけど、みんなこちらで大体卒業してくる来たいっていう方ほとんどだと思います。あ、比較的じゃあドイツって多いんでしたっけ、日本人の PT さんがそっちで書き換えてそちらで働いてるケースって結構ある感じなんですか。はい、僕は今度多分参加してくださる森本くん以外はない、ね、はい、あ、森本さんだけですか。はい、だと思います。書き換えた人はそれ、彼だけだと思いますね。じゃあ他にいる日本人は学生時代からドイツに行ってるか、はい、ヨーロッパ圏でもうすでに何か取られてて、はい、EU 内で移動してドイツで働いてるっていう感じですか。はい、今僕が知る限りはドイツに3名ほどあの学生が、日本人の学生が一から学校に通ってますね。はい、なるほど。で、もし日本の学校に通ってて将来的にドイツに行きたいっていう場合は、例えば夏休みとかに
語学留学だけでもしてちょっとずつ書き換えの準備を進めるっていうのはおすすめしますね。はい、1ヶ月から語学学校に入れるので、はい、わかりました。